はい、皆さん、おはようございます。今どこにいるかというと、中東ですね。イスラエルの隣国、中東のヨルダンの、首都アンマンにいます。イスラエルとの国境からだいたい 40-50 キロほどの距離ですね。はい、激動の中東情勢ということで、まあ非常に大変なね、情勢ではあるんだけど、今日はこれからどこに行くかというと、ちなみにこれの動画がアップされるのが午前10時だと思うんですけど、6時間遅れの、ヨルダンです。今日は題名でもさせていただいたんですけど、99カ国目ですね。99カ国目の、国レバノンですね。首都のベイルートに行きます。ベイルートということで、レバノンと聞くと、2019年令和元年12月の30日、関空からミス出国したカルロス・ゴーンが、日産の元会長カルロス・ゴーンが、潜伏滞在しているところとしても知られています。このカルロス・ゴーンに関しては、レバノン、ベイルート、まあ、日産の、ね、ものですからね、本ね。それで、立ち退き命令が出て、実際すでにもう立ち退いているという、ね、情報を私いただいています。居場所がどこに移動したのかなっていうところがちょっと調査していかないとあれなんですけど、もともとピンクの色のね豪邸に住んでたんですけどね。だから日本の機関がそこの近くで借りて張り込んでたりもしたんですけど、で、レバノンということで、レベル3です。外務省の渡航、危険レベルが3のところ、まあ、渡航をやめてください、渡航中止勧告が出されているところですけど、これから行ってきます。レバノンということで、政情が非常に不安定ですね。現在このイスラエルにおいては、ガザ地区においてイスラエル軍とハマスが、まあ、戦闘状態になります。で、レバノンにおいてはですね、レバノンの南部で滑走するイスラムの過激派シーア派の組織ですけど、ヒズボラが、いて、そこでイスラエル軍と交戦をしている状態です。そのイスラエルということ、イスラエルと、そのレバノンということで、歴史を見ていけばですね、昔中東戦争の時代から戦い合っていて、イスラエルに対して非常に良くない、ヨルダンに関しては割と中立的な感じであって、欧米の観光客を受け入れたりしているので、うまくやってる国なんだけど、レバノンに関してはそういったところに関してね、反欧米の色が非常に濃い、国ではあります。で、今回のイスラエルの問題もそうなんですけど、かつてそのイスラエルにね、ヒズボラと揉めて、イスラエルがレバノン全土に空爆を加えた時があったんです。これ2006年。でその時に、ベイルートの空港の滑走路も攻撃対象になりました。もちろん戦闘機などが出て、そしてそこのところで万が一こう緊急着陸したりするわけだから、そこを、まあ、イスラエル軍が攻撃を加えてということでやってるわけです。だからそういった意味でも、今回この外務省がレベル、もともと1だったんですけどね、レベル2になってたんですけど、レベル2からレベル3に引き上げた理由として、そういったイスラエルとこうハマスの問題、そして国境地帯の、イスラエルと、ヒズボラの交戦状態にある。それが、2006年の例を取れば、レバノン全土にイスラエルが空爆を加えているので、そういったところです。そして、ヒズボラをはじめとした過激派組織がレバノン、もちろんこのヨルダンにもいますけどね、レバノンに各地にいて、テロも結構起きているのが実情で、そういったところで、テロの脅威もあるということで、引き上げた状態ですね。はい。で、あとは、2020年ですね、カルロスがミス出国した後に、でレバノン滞在している時に、2020年の8月ベイルートの港において大爆発が起こりましたね。これ日本のニュースでもかなり報道されていると思うんですけど、結構ね、戦闘機も存在します。やっぱり何があって飛んでくる可能性があるので、そのためちょっと、ね、警戒しているのかなと思うんですけど、大爆発があって200人以上の方が亡くなりました。ね、そういったところ港ということで、あれもびっくりしますよ。急に爆発だから何かのテロじゃないかと思ったけど、結局あらテロはヒズボラもイスラエルも否定はしてたんですけど、実際それが何なのかってのはちょっとわからない時がありますよね。なのでそういったところも考えていくと、まあ非常にレバノンということで危険な国ではあります。一般的なじゃあ治安犯罪に関してはどうかというと、一般的な治安犯罪に関してはどうかというとですね、まず
経済破綻している状態です。マイナス成長というけど、去年のデータで見るとマイナス 6%、 すなわち失業率も多くて、それによって、まあ、治安ですね、悪化している。もともとあんま治安が良くない、政治も良くなくて、デモもよく起こってるし、テロもよく起こってるような国なので、安定はしてないんだけど、やっぱりそういったところ、経済破綻によって一般的な犯罪、まあ、もともと強盗殺人も多かったですからね、強盗殺人、外国人を狙った強盗なんかも結構起こってるので、なので一般の方は近づかない方がいいですね。皆さんとかね、行かない方がいいかなと思うんです。はい、気軽に行くにはないですね。で、あとはアラブ人、パレスチナ人ね、そのレバノンに住んでる、人々、富裕層を誘拐して身代金を要求するようなこともね、起こってます。銃器に関しては、中東諸国だとね、もちろん、まあ、結構今ね、まあ、過激派がいるようなだから結構銃も出回ってるんだけど、ヨルダンだとそんな出回ってない。レバノンの人は自衛のために結構銃は持ってるんですよ。なので、それによって、銃によっての、やっぱりそれで、まあ、強盗とかね、何か揉めて殺されちゃうってこともあるので、そういったところの一般的な犯罪に関してもね、やっぱりあるので、十分これは気をつけないといけないところです。なので皆さんの中で行かれる方はいないとは思うんだけど、まあ、とにかく自分自身もこれから飛行機で、飛行機自体が何らかしらと落ちる可能性もありますからね、撃ち落とされるとかね、あるから、まあ、そういったところは致し方ないかなと思うし、自分自身が、まあ、レバノンに行ってテロの標的になったりとかね、まあ、あり得る話ですから、まあ、そこはもう私自身は確保しているの で、 あれです。生きているものはね、人間いずれはね、死ぬわけですからね、遅かれ早かれということで、その中で、まあ、もしそこで死ぬようなことがあれば、私はもう天命かなと思っています。私自身はこの、世界各地、世界の半分、99カ国目、8カ国目の国に関してもすでにもう決めている状態です。で、そのベイルートから出る航空機のせいを取ってるんですけど、世界各国を回る中で、大東戦争、先の大戦、もしくは第一次世界大戦ですね、マルタなんかって駆逐艦榊、マルタの中に、まあ、イギリスの軍の墓地があって、その中に日本軍の墓地なんかもあって、そこもちょっと異例でね、訪れさせていただいたんですけど、先の大戦においての、異例ね、激戦地なんかも、日米の激戦地なんかも異例で踊れさせていただいてるんですけど、もしくは今回中央アジアを回ってカザフスタンと、カザフスタンと、ウズベキスタンにおいてね、シベリア抑留だけじゃなくて、ソ連各地に日本人が抑留されていて、現地で亡くなった人も多くいるわけです。そういったところで慰霊をさせていただいて、祖国に帰りたくても帰れなかった、そういった日本人英霊の方々を見ているとですね、私自身もやっぱり、覚悟ってやっぱり重要かなと思うところです。なので、そこに関してはもし死ぬことがあれば、そこは致し方ないかなと思っています。それも天命だなと思っているところです。とにかく、まあ、生きている間はね、まあ、この後の工程に関してはまた随時ね、お伝えしていく予定です。100カ国目の国に関しても一応あのメンバーシップの方には伝えてますけど、またね、時間が来た時にお伝えしていきたいと思ってますし、イスラエルに関しても結局陸路だと非常に難しいんですね。バス自体が出てなかったり、空路でもかなりフライトキャンセルが多いので、一回、まあ、他の国に出てテルアビブっていう形でもいいのかなと思ってるんですけど、まあ、いずれにしてもまずはレバノンということで、イスラエルと国境地帯イスボラが揉めていて、2006年レバノン全土にイスラエルが攻撃を加えている、ベイルートの空港でもね、滑走路が空爆をされていてね、少し危険であるし、カルロスゴーン、このカルロスゴーンに関しても調査対象の一つなんですけど、そして、2020年の爆発の場所、港、そのあたりも行こうと思ってますので、現地よりね、実録映像ということで出してきますので、ぜひ、楽しみにしていただければと思います。ということで、ぜひチャンネル登録いただいてない方ね、チャンネル登録いただければと思います。激動の国際情勢ということで、ロシアウクライナ侵攻、まあ、こういったところもね、またウクライナに関しては1回言ってるんですが、また再訪予定です。世界各地から実情ね、実力動画を交えて伝えてきますのでね、ぜひ、楽しみにしていただければと思います。なかなかメディアでは全て出し切れない面もあると思うので、私自身が個人的な面で、まあ、思うことも含めてね、発信してきますのでね、よろしくお願いいたします。とにかく無事に、いけるとは思うんだよね。万が一になったらね、申し訳ないですね。